今回は点図式感度合わせをオマージュした日バロ式感度合わせを教えるのだやってることは点図式とほぼ一緒なんだけどズンダモンの場合はちょっと変えてるのだ計算しながらやるからスマホの電卓とか使ってやるのだあとズンダモン式は結構長期間で合わせていく感じなのだ今使ってる感度があると思うんだけどそれを一気に変えるとエイムの感覚が変わりすぎてひどいと新しい感度も前の感度も当たらなくなるのだそれによって発生するのだ 感度のの沼なだだからこそ感度調整は慎重にならないといけないのだ早速内容を説明していくのだこれはあくまで大幅ではないけどちょっと感度合ってない気がするなーって思ってるそういう人向けのやつなのだ大幅に変えたいなら一旦変えて多少慣れるまで待ってやるのだまず現在の感度を0.8倍したのと1.2倍したのを用意してその合わない方を消すのだ そしてアウト感じた方と現在の感度の平均を新しい感度にするのだそしてそれを1、2度繰り返すのだその後1週間ぐらい適当に使うのだそこまで大きな感度変更じゃないから問題ないと思うのだそしてある程度使った上でまだしっくりきてなければステップ1に戻ってやり直すんだけどこの再比較対象の倍率を0.9と1.1とかより低倍率に下げるのだ そうすることでより細かい単位で理想の感度を絞っていけるのだ最終的にしっくりくる感度が見つかったらそれを使い続けるのだ基本的に変えるのはおすすめしないのだよっぽど変な感度してない限り使い慣れた感度が当たるのだ気分転換で変えたい人は今の感度を覚えといた上で「ツんだもん式エイム合わせすればいいと思うのだ」「ツんだもん的には点図式感度合わせは結構ざっくりしすぎてるし」 感度合わせ途中の感度が結構極端になりがちで合わせてる途中で調子狂うからこんな感じに改変してみたのだズンダモンの感度は繊細なのだあくまでプロでもない人のやり方だけどまず悪化することはほぼない系の合わせ方だから興味あったら使ってみてほしいのだ結構良かったとか悪かったみたいな感想あればまたコメントしに来てほしいのだあとズンダモンとしては人によって合う感度は違うと思うから あんまり配信者やプロの感度を真似しただけにするのはおすすめしないのだプロの感度にしてから自分好みに調整するのだ今回はここまでそれでは予期感度探しをなのだアーギュー